よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスです。よっしゃ、今回はこのゲーム白タン寿司始めました。なぜかこのゲームアップデートされてたんですよね。いや、もうね、このゲームね、かなり古いゲームかと思って、もうね、もう消しようかなと思ってずっと放置してたら、アップロードしててびっくりして、どんなんがアップロードされたのかなと思って、ちょっと見たいなと思って、これは、前回の通り、あれだ、お金をこんな感じに寿司ネタを買って、でそれをお客さんに売るというゲームですね。おーい、マグロが一番高くて、次にエビで、次に卵っていう感じで、卵が一番安いんですよね。うん、エビの方が高いんだけどな、普通はな普通はエビの方が高いんだけどな。おお、めっちゃ、あ、こんなんなかったよね。こんな、なんか移動するみたいな。これなんだっけ、あ、お客さんか。これお客さんだろ。これなんだっけ、なんこれ、部屋と店の模様替え、ここもないよ。いや部屋の模様替え、あー、こんなあるんだ。あー、前回こんな全くなかったもんな。なるほどね、前回こういうのがなくて、お金稼いででもどうなるんだっていうのが多くてね。じゃあ、右側のね、ドア、これをタップすると店に繋がります。これね、意外とゲーム自体は面白いんだよな。けどやってもなんかこう目的があんまりなかったから、あんまり楽しくなかったんだけど、これいいんじゃない、これ模様替えちょっとやってみようか。で、これはお客さんが来る、それをこうタップする、あれ、タップする、席をタップする、はい、で好きなやつをあげると、はい、 OK で、わさびは右下のね、わさびを押せばわさびが乗るという感じですね。はい、こんな感じでね、はい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 、 OKOKOK、 あ、お客さん待ってるぞ、はい、帰れはい、食って帰れ、はい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 。で、これ、あの、握りのネタがなくなったら、まあ、閉店するみたいなね。お客さんがいても関係なく閉店するというね。もう本当、鬼畜のゲームですね。はい、会計。はいよ。はい、あずさした。な、これ。これ、なったっけ、覚えてなさすぎてやばい。もう超久々、このゲーム。あ、間違えた。これに、あ、みたいな。握り直すをできて、こう、会計。はい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 。はい、あ、お会計ね。はいはい。オッケー、いらっしゃせー、さあ行くぜ、どんどん行くぜ、どんどん食え、どんどん頼んでくださいよ。はい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 、オッケー、はい、どんどん頼んでくださいね。もうここはね、セットがないからね、ちょっと鬼畜のね、もう寿司屋だけどね、セットがない店なんで結構きついぞ、結構金かかるから、しかもね、値段書いてないから結構痛いぞ。はいはい、マグロ一つ、マグロ一貫500円です。エビが一貫1500円です。それは高いうちはね、あの、生の車エビを使ってるんで、ね、その時はね、もう一貫で1500円ですね高えよバカ野郎、実際それぐらいするんだよね。おいしょ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 OK、 いらっしゃい、さてさて、おい、さてさて、おい、なんだこれ、フィーバータイムか、なんか知らんけど、フィーバータイムか。あ、お客さん並んできたぞ。はいはいはい。席数が少ないんだよな、このゲームな。あ、間違えた。あ、間違えた。握り直す。あ、くそ。あ、勝手に壊してる。くそ。あ、子供じゃんか、あいつ。大丈夫か、帰るんじゃないか、もう帰ってもいいけどな。はい、はいはい。いいぞ。はい、会計ね。はい、オッケー。はい、はい、はい。おー、はい。いいぞ。はい、大将の。残金がなくなってきた。てか卵頼むな、こいつらマジで。卵いっぱい持ってくればよかったな。くっそ、こいつらふざけやがって。うわー、エビ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 。あ、お前もう右、一番右のやつもういいんじゃないか。はい、帰るあ、はいはいはい、オッケー。これね、最初ね、操作が分からんでな、めっちゃね、変なメニューでね、あの、商売してたからな。あー、これマグロがなくなっちゃうな。これマグロがなくなったら閉店だな。オッケー、はい、帰って、オッケー、はいはい、うわ、うまいな俺、あ、
真ん中のやつもうそろそろ返そうな。あー、マグロがなくなった。次マグロを頼まれたら終わります。はい、終わります。閉店します。はい、頼まれても閉店するというね。はい、鬼畜ゲームイエーイ。レベル1、レベルとか上げれるんかな。お、星マークがついた。すごいね、並んでも、あー、もう寿司なくなったんでダメですってひどい。リアル、リアルだったらマジでひどいぞ。よーし、とりあえずこのテレビを、テレビじゃない、これか。あー、これだこれだ。まずシャリをマックスにして、とりあえず卵いっぱいね、頼もうかな。うおー、もう限界まで。卵は限界までやってもいいだろう。これ連打がきついなこれめっちゃ連打きついな。あー、連打じゃないといけんのか。くそー。とりあえず100個頼んで、あ、99個頼めるね。おー、なんで卵だけボタンのあれがないんだ。とりあえず、とりあえずマックスまでやって、でそこからちょっと稼ぎまくろう。よし、オッケー。じゃあ次のシーンはちょっとカットしようかな。ちょっともうちょっとね、あれ、店でかくしてもいいと思うんだけどな。ちょっと 3つじゃちょっと少ないな。あ、ということでカットします。なんか増えた、すげえ、なんか増えてる。お客さんの、あ、やべ、見せた。お客さんのなんか種類が増えてる。なんだこの3人兄弟は。これやり続けるとですね、レベルアップするんですけど、いやー、変わり映えしないね。やることはね、変わんないんですよ。ちょっと周りの気配が変わったり、風景が変わったりとか、お客さんが変わったりとか、そういう感じですね。ちょっと飽きるな30分ずっとこれですよ。全く変わり映えしないんですよ。その代わりちょっとレベル上がって、あ、お客さんの頼む速度が変わったんですけど、まあ、そんなにね、変わったと言ってもそんなに早くないですね。まだ全然追いつくレベルですね。ちょっともうちょっとね、難易度高くしてもいいんじゃないかなと思うんですが、感染もうちょっとね、難しくしてもいいような気がするので、課金要素もあるんですけど、まあ課金するまでもないかなとは思うんですけどね。でこのゲーム広告が全くないんですよ。そこら辺はちょっといいゲームだなとは思いましたね。あの、僕がまあ前回、前々回でもいつかわかんないですけど、あの単発動画を上げた時に、まあいろんなゲームを出してるんですけど、本当にね、広告が多すぎて嫌になっちゃうゲーム結構あったんですけど、これは広告がないからね、やりやすいんですけど、その代わりね、普通なんですよね、全部が。だからちょっと飽きやすいんですよね。はい、どうで、オッケー。お客さんが全員なくなってから閉店した方がいいというね、お金を払った後に閉めるというのが一番いいです。というところで、もうちょっとでたまりそうなんですけど、ほら見てください、店がね、店っていうか街が発展してね、わいわいわいなってきたのですが、なかなかね、5万たまらないんだよな。こうちょこっとずつね、寿司ネタを買ってやってるんですけど、なかなかね、ならないんだよな。結構ね、長い、多分ね、1時間以上してるんじゃないかな。1時間やってようやく模様替えの、なんだ、あのアイスだっけ、アイスのところ、アイスの模様替えができるって感じなんだよな。お、なんこいつ初めて、クマちゃんじゃんちょっとかわいいな。あれだ、なんかほんとぬいぐるみのありそうなデザインだな。あの、ちょっと頼むスピードが速くなってちょっとは楽になったかな。結構ね、街が多かったんですよ、まだかなみたいな。でも今回なんか速くなってかなりやりやすくはなったな、レベル上がっていくごとに。ただそれまでがちょっときつかったな。でこれミスっちゃったりすると、結構あの、ほんとタダみたいなもんになっちゃうから、絶対にミスはないようにしないといけないんですよね。タダはねえよな、さすがに。特にマグロはな、マグロは高いからね、シャリネタが。オッケー。お、このジジイは初めてな。ジジイっておかしいけどな、みんな赤ちゃんだけどな。
シロタンってアザラシの赤ちゃんですよ。知ってました？僕ね、子供の時は知らなかったというね。大人になってもずっとこんな感じの可愛いやつかなと思ったら、これ全員赤ちゃんなんですよ、これ白いのは。で、大人になると黒くなって、なんかもうすごいなんかおっさんみたいな感じなんですよ。まあそのおっさんもね、まあ若干可愛いっちゃ可愛いんですけど、まあ赤ちゃんにはやっぱり勝てないね。やっぱりマグロがなくなってきた。あれ流れが早いとあれやな、寿司ネタもなくなるの早くていいな。で、マグロをね、多分頼むと、おそらくね、金額が高くなるから、ね、できればね、マグロ頼んでほしいんですけど、早く応答出らんかな。全然頼んでくれないし、卵ばっかり頼んでくるんだよ、こいつ。ほら、早く、ほら、もう閉店したいんだよ。もう右上見てればわかると思うんですけど、めっちゃお客さん並んでるんですけど、もうね、シャリネタがないんで、ネタがないんでね、もう閉店しますけどね、早く帰ってください。早く帰れ、早く帰れよ、おい。多分ね、これでもう5万点いくと思うんだけど、どうかな、閉店と、OK。どう？どうや？あー、来たー！ 5 万点！俺、レベル3になってるからね。レベル3になって5万点。このゲームするよりあれだな。なんだっけ、クッキングフィーバー。クッキングフィーバーというゲームをやった方がいいな。まあ、画像はこちらです。まあ、この、ね、ゲームね、すごい面白いんですけど、すごい似てるんですけど、これよりもね、すごい面白い強化版みたいな感じ。ゲーム性としては面白いんですけど、まあ、こっちはね、まあ、可愛いという利点があるというね。可愛いという利点はどうなのか。どこで、ああ、ミスったー、ミスったー。どこで買うかわからねー。でですね、このゲーム、ちょっとフリーズが多くてですね、まあ、店についてお客さんが来るときに、お客さんが来なかったらフリーズします。ミスった。はい、閉店します。まあ、もちろんお客さんがいないんで全部、売り上げも何もありません。もうちょっとね、こう、スタイリッシュな、こう、めっちゃ、うわ、もう、お客さん10人ぐらい、ブワーって、おる状態で、はいはいはい、お待ちお待ちお待ち、みたいな感じの方が面白いな。どれだっけ？これじゃないよな。説明じゃなくて、本じゃないし。あ、で、これ、説明が見られるんですよね、こんな感じで。まあ、そこら辺はどうでもいいとして、あれ、どうやって買うんだっけ？あ、これだ、これだ。机の上の中、パソコンみたいなやつをタップするといいですね。まあ、普通に考えたらこれ店の模様替えの方がいいとは思うんですけど、まあね、もう多分おそらく混合するのはね難しいとは思うので、氷の部屋を、ね、ひんやりとした氷のお部屋、壁も床も氷でできてているから涼しいよ。うわー、こういうのね欲しいよな、家にな。はい、 OK。 うわー、しかもこれ1回買ったら1回きりなんよね。なるほどね。もうちょっとね、こう、ゲーム性を高めてほしいな、このゲームはな。そしたらもうちょっと面白いようなね、ゲームになるよう、なりそうな感じはするんですけどね。かわいいし、おー、すげー、説明欄がかわいい。で、これタップしたらさ、こう、シュータンをタップしたらさ、こう、なんか、顔表示とかがあったら、またさらに面白いかもしれないけどね。というところで、今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。はい、おまけいきまーす。でね、コイキング今、ね、アップデートされて、まああんまり動画上げてなかったんですけど、まあ地道にね実はやってました。ほら見てください、左の方、190代目ですよ。190代目、やばくないですか。そしてですね、もう食べ物とかも俺のみマックスだよ、お盆のみとかね。マックスにはもうこれすごいぞ、もう特訓レベルが 3.18M。M っすよ、M。もうこの辺 K とかだけど、これ M。もう最強じゃないですか、これね、ほんとに。もうコイキング M じゃん。コイキング M じゃねえかよ、これ。3.62 って。3.6、俺のみよりマックスなんだけど。すごいな。たい焼きすごいな。やっぱ、この間アップデートされたのが、このアイスとたい焼きなんですけど、やっぱたい焼きすごいな。さすが、最新のアップデート。まあ特訓のやつもね、しっかりサッカーボールまでやってる。サッカーボールが一番下っておかしいんだよな。ゴローニャオシのがなんか強そうな感じはするんだけど。で、ショップとかもね、もう、ポケドロップ18個もあるからね、もう何でもできちゃうよと思ったらね、
意外とねカビゴンが21でモノクローがね19という結構高めだからね、意外とねアップできないというね、まあ、ダイヤもこのゲームめっちゃたまりにくいからね、まあ、デコレーションはそんなにやってないって感じで、まあデコレーションはねあの限界値があるんであんまりやる必要はないかなと。だからもうとりあえずポケモンをいっぱい、ね、集めるような感じかなと。でアイテムもね結構集まってまーすけど、ここからは見れない。で資料室もねもう殿堂入り見てください、殿堂入り 100% もうこれねアップデートしないんじゃないかって思うんですよね。今あの流行りのファイヤーサンダーフリーザールギアとね今出てるんですけど、それとね同じ会社のところなので、まあおそらくそれが落ち着いた後に、まあ、こっちをねアップデートするんではないかなと、まあ、多分次するときは超特大のアップデートかもしないかのどっちかですよね、これね、まあ、課金要素があんまり少ないからね、課金する必要があんまりないですね。ゲーム性は本当クズですから、まあこんなこと言っちゃいけないんですけど、まあ、正直育てるだけだからちょっと飽きちゃうんですよね人は。でこれねこう190代目なのにねこれ揃ってないというね、マジかよと。イベントもね、やってないとかも結構あるんですけど、まあ、開放条件知ってるんですよ、37とか20とかね、まあ、他のやつもあるんですけど、あと他はねちょっとね調べてないから分かんないんですよね。でこの はぐれラブカス、これねこれが一番いいねイベントなんだよね、絶対にダイヤをもらえるという。でも30回しかしてないから 30×4 は120個か、ダイヤ120個しかねもらってないからね。デコイキングな190代だな、さっき言ったやつだな、結構ねよくはなってる。せめてね終わるならねあのレベル100までにしてほしいな、今89が最大なんですよね。で実はね、これ録画ミスってるというね、あのちゃんとねマックスで始めたんですけど、まさかの録画ミスというね、っていう感じで、僕はコイキングをね地道に進めていこうかなと思っておりますので、アップデートお願いします。どうせあの僕仕事場2つともやってるところ地下なんですよね、地下だからネットが届かないんですよね。ネットが届かないわけじゃないけど、すごいなんかもう1本しか届かないんですよ。1本だったらねグラブルとかそういうのは全然できないからね、まあ、グラブルもあんまりやってないけど最近は。なのでね、今後もねコイキングはねちょこっとずつねやって、まあ、ちょこっとずつ動画を出していこうかなと思っておりますので、ご期待くださいませ。おまけでした。じゃねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃねー。